君こそアスリート。今回は福島成蹊高校水泳部秋山環奈選手17歳、バタフライで全国上位入賞の実力を誇る高校生スイマーです。どちらかというと楽しいよりはちょっときつい方が強いんですけど、大会で結果出せることが嬉しいのでやっててよかったと思います。去年の全国ジュニアオリンピックでは8位入賞を果たしました。そんな秋山選手の武器は身長よりも10センチ以上長い手と体の柔らかさ。体の柔らかさは特に背中周り、肩甲骨の動きが、可動範囲が他の選手と比べても大きくこう動く、肩甲骨が動くと手も当然遠くまで行くっていうところ、体でさえ手が長い分人よりも長くかけるっていうところが彼女の大きな武器であり特徴だと思います。秋山選手が一かきで進む距離はおよそ 1.8 メートル。これは全国のトップクラスの選手たちと比べても20センチ以上長いそうです。体が柔らかくて腕が上に上がりやすいので、水面ギリギリを戻してテンポを上げられるようにっていうのはそこを意識しています。強さの秘密はチューブトレーニング。チューブを引っ張りながら泳ぎ続けるトレーニングと、レーススピード以上の速さで泳いで腕の回転を速くする2種類のトレーニングを行っています。呼吸している時に手のスピードが止まってしまうっていうところもあるので、テンポの強制練習であってスピード練習にもつながってくるので、すごく彼女にとっては効果的な練習だと思います。 50m とか 100m の短い距離がスピードが上がってベストタイムが出せるようになってきたかなと思います。日本選手権に出場することが今の一番の目標です。